コネクタには BNC コネクタを使用するのが一般的。シリアルデジタルインターフェース SDI シリアルデジタルインターフェースはビデオ信号伝送規格の一つ。標準画質の冷圧縮デジタル映像とデジタル音声を BNC コネクタと同軸ケーブル一本で伝送できる。主として業務用ビデオ機器に採用される。 MPEG-2 や H264 エンコーダー、デコーダーを使用して圧縮形式の動画データを SDI の伝送路により送受信することもある。映像信号はコンポーネント映像信号もコンポジット映像信号も伝送されるがお互いに互換性はない。規格番号は SDSDI ではスンプト 259MITURBT656 HD 映像を伝送する上位規格は HDSDI 規格である。駿府と 292M が適用される。最長で100メートル遠方に冷圧縮の映像並びに、音声信号を実用上無遅延で伝送することができるため、放送設備内の付箋や中継現場、近接した設備間の信号伝送などで威力を発揮する。SDI で接続する機器に、 固有の ID などを必要としないのでケーブルをつなげば、ネゴシエーションなどを行わないですぐに受信単に映像や音声を出力することができるなど、ポイント2ポイントの接続ではあるが、利便性が高い。映像のほか、音声信号も一緒に伝送することができる。SDSDI は最大で 8CH、HDSDI は 16CH のデジタルオーディオ信号を含めることができる。 エンベデットオーディオは、SDSDI の場合は、スンプと 272M、HDSDI の場合は、スンプと 299M により規定されている。i イ e EV デジタルオーディオ信号8系統を、HDSDI ケーブルにより一度に遠方に送信する、用途にも使われる。通常の75オームケーブルを複数本、何十メートルにもわたって付設するのに比べ、 SDI 信号を使用することにより1本の SDI 信号で8系統の音声を送信することができる。またアイス・エブでは不可能だったエンベデッドオーディオ特有のエラー訂正情報やデジタルオーディオ輸送情報を SDI 信号に含めることができるため通常のアイス・エブ信号ケーブルに比べ高品質、確実な信号を遠方に送信することが可能となる。 エンベデッドオーディオには、一般的なデジタルオーディオ信号であるアイス、エブがそのままラッピングされて8系統入るため、デジタルオーディオ信号をそのまま取り出すことが可能である。アイス、エブ規格が非音声のデータ転送をも考慮されているため、エンベデッドオーディオに圧縮オーディオを載せることも可能。デジタル信号特有の特性として、遠距離になればなるほど、データバケが発生して、画面上に ノイズが現れ、最悪の場合は、すべてのデータが無効になってしまう。例えば HDSDI は、規格上は100メートルまで可能となっているが、80メートル超えなどの遠距離へ信号を喪失する場合は、データバけやケーブルの状態に応じて、リクロック型中継機器を設置するなど注意が必要である。3GSDI など、さらに高帯域のインターフェースを使用する場合は、 使用可能な距離は短くなる。接続ケーブルは、インピーダンス75オームの FB ケーブル及び、HD ケーブルを使用する。中継やイベントなどでの仮設用途には細くて、屈曲性の良い FW を使うことが多いが、伝送可能距離は FB よりも短い。HDSDI、FB、FW、HD3GSDI、FB、FW12GSDI、FB、 FW の低減水型が必要。また、ケーブル両端の BNC プラグも 12G、SDI 専用品が必要。ありがとうございます。